現在の仕上がりはいかがでしょうか。仕上がりはそうですね、減量中っていうのと、あとは練習も昨日で終わってそこから回復してる感じなので、まだ疲れはありますね。今回この対戦が発表されて周りの反応とかっていうのは、そうですね、僕一般企業に入るサラリーマンなんですけど、はい、やっぱり会社の人から、はい、こんな時まで仕事して大丈夫なのとか言われるんですけど、はい、僕からしてみればもう全部同じなんですよ。全ての試合覚悟を持ってやってるので、今回だから特別何々しなきゃいけないっていうのはなくて、はい、なのでいや今までと一緒だよって思いますけどね。でも反響はあります、ね。昼間の方のそのサラリーマンの方の、はい、仕事納めはいつだったんですか。まあ本当は今日なんですけど、あの休みもらって切り上げてきました。で昨日で終わり。あ、そうですね、はい。じゃあ皆さん、はい、来られるか。そうですね、応援結構来てくれて大晦日なのにありがたいなと思って、はい。まあ、ナラスカは天使選手の印象っていうのはどうですか。はい、僕はですね、言葉を間違えてなければ尊敬してますね。印象、はい、印象というか、まあ、すごい勉強になる選手だなと思ってますね。ね、こう終わっ、仕事始めはちなみにいつなんですか。1月4日ですね。はい。じゃあ会社盛り上がりますね。そうですね。ね、行っちゃう。はい。テレビに出られるんですか。はい。会社はどういう種類の会社に勤められて、はい、いつぐらい、何歳ぐらいですか。はい、あんまり言ってはいけないらしいんですけど、最初は僕大手の積水ハウスっていう会社に入ってまして、うん、で、まあ、その時は練習はずっとプロ練習は続けてたんですけど、試合出てないような状況が3年ぐらいありまして、その後に転職して、今はトイックっていう英語の資格試験の会社に入ってます。細かいところ申し訳ないですけど、どういう業務されてるんですか。僕は会場運営チームっていうチームでして、全国で47都道府県受験地があるんですけど、そのうちの17受験地を僕が一応担当してまして、例えば青森なら青森で、何人の受験者がいるので、そこに対して試験会場はどこにしよう、金額はこれでやろう、でこの教室は本当に適切か、でそこに、なんでしょう、運営する会社、試験を運営する団体は青森の地盤もじゃあここにしましょう、適正かどうかみたいなのを年10回あるんですけど、毎月ほぼ毎月毎月手配してっていう感じですね。勤務時間は何時から。定時は9時半から17時半ですね。そこからじゃあ練習を。そうですね。練習は毎日どれぐらいですか。2、3時間ですかね。今回ノルウェーのチャンピオンという肩書きでありますけど、はい、ルールはキックボクシングの中で、はい、それでもノルウェーの試合を経験したことはどんなふうにいけると考えてますか。そうですね、僕先月11月26日にキックボクシングの、まあ、ムエタイなんですけど、タイトルマッチを行っているんですね、はい。まあ、その時明確に周りからもすごいメンタル面で変わったねって言われるんですけど、まあ、面白い話かわからないですけど、僕ラウェイ出て、今まで僕飛行機乗るのがものすごい怖かったんですけど、ラウェイ出てから飛行機乗るのが怖くなくなったんですよ、っていうぐらいなんか恐怖心の高が外れたというか、っていうのがあって、そうですね、相手の危ない距離に飛び込むのもそんなに怖くなくなったというか、まあ、しっかりギリギリまで目を切らず見てられるっていう部分が、実力の向上につながってるんじゃないかなと思いますね。半歩前に出る。そうですね、はい。他コーチが以前天心選手のミットを受けてたことについて、はい、それでいろいろとアドバイスももらってるとかですか。
そうですね、ほか会長は結構言葉でアドバイスを言うようなタイプではなくて、なんでしょう、ミットを持ちながらこの技を出せ、この技を出せって指示する中で、あ、この技を出せって言ってるっていうことはこういうことなんだっていう、態度で伝えるタイプというか、わかんないですけど、なので個人的に感じ取ってるものはあります。今現時点で那須川天心選手も等身大で捉えられている感じですか？そうですね、天心選手も似たようなことを前から言ってるんですけど、対戦相手を2倍3倍の強さだと思って、準備すると、僕も3倍増しの那須川天心選手を準備しているので、まあ、当日は予想以上の人は来ないだろうと思ってます。ミスマルド、はい、那須川選手との試合も、まあ、一番大一番であるんですけど、まあ、トーナメントで、すぐにそれが終わったら、まあ、決勝があるわけなんですけど、まあ、決勝はまずどちらが上がってくるとか予想されますか？藤田選手が上がってくるとは思ってますね。ただ KO なのか判定なのかっていうのまでは予想できないです。1日2試合あるんですけど、那須川選手対策以外に、決勝に向けての練習もなんか対策でやられてるんでしょうか？そうですね、まず一番は体力だと思って、2試合の体力だと思っているので、体力練は ものすごいやってます。はい、なんか大晦日の大舞台で、まあ、過去、まあ、最大の舞台になると思うんですけど、はい、まあ、その注目の集まる舞台に出ることに対してちょっと改めてどういう思いがあるのか。そうですね、僕は多分結構大舞台は得意だと思っていて、で一番今までで集中できた舞台っていうのが、そのラウェイのタイトルマッチで東京ドームシティホールで人がこうワーッと入って、結構ラウェイ自体もすごいお金を使ってる感じなので、まあ、何から何まできちっきちっとやってっていう感じではあって、それが今まで出てたところとはちょっと違うかなって思う部分があって、でただ大舞台の方がやっぱスッと相手に対して集中ができて、結構ですね、小さい会場とかだと周りの観客の声とかが聞こえすぎたり、観客の表情を見すぎてしまって、あの人退屈そうだなとか試合中考えちゃったりするんですよ。なのでそういうのがなくていいかなと思います。あと今回、まあ、自分の試合が31日にもかかわらず、なんか29日のチケットをいっぱい入手してしまったっていう問題がなんかあったっていうのは SNS で見たんですけどあれは29日のチケットは全部処理ができたんですか？実は、今日をもって処理できたんですよね。でこれからちょっと私に行く部分もあるんですけど、まあ、でも本当に思ったのは、これが1枚も売れなくても結構周りの方が協力してくれて、キャト選手チケット余ってますとか、なんか可愛いとこありますねみたいなことを言ってもらえて、あ、もう10万払った価値あるなと思って、心がものすごい温まって、いい気持ちになりました。なんか、見たらチケットピアで購入されたそうです。はい、チケットピア返金対応できるんですけど、それはご存知ありますか？なんかクレジットカードで払った場合はできないって言われてしまって、僕なんかそのよく分からずにクレジットカードでやっちゃって、はい、そうなんですよ。まあ、一応、まあ、チケットもちゃんと処理できて、はい、まあ、お店の方はちょっと安心して迎えれるという。そうですね、まあ、もう本当におまけみたいなもんなんですけど、もうすでにもうみんながやってくれたことで本当心温まっていい気持ちではあったんですけど、よかったです。